またスシローで迷惑行為別の調味料混入にこれはやばいと批判殺到運営元警察へ相談済み甘だれウィズソイソースめっちゃおえやんと悪ふざけの言動回転寿司など飲食店内での利用客による迷惑動画が社会問題化している 今回新たに女性客が調味料の容器に別の調味料を混入させる内容の動画が拡散回転寿司大手スシローは大変遺憾であり重大な事案とし警察への相談を進めているという問題となっている動画は女性客が「甘だれ」と書かれた容器に醤油のボトルを差し込んでいるもの 儀式始めとる「雨だれウィズソイソース」とのテロップが掲載されている女性が「どっちで使ってもいいよって感じ」と話すと撮影者と見られる男性が「どっちとも味するんでしょ」「めっちゃおえやん」と応じている備え付けの調味料の中身を勝手に変える行為は衛生面の問題だけでなく例えば異物混入につながる可能性があり悪影響が心配される ネット上ではこれどっちかにアレルギー成分入ってて入ってないと思って使ったりしたらやばいねこれはやばいさすがに迷惑すぎて言葉が出んもう机に何も置けないねこれが楽しい意味がわからないなどの批判が殺到しているスシロー運営元の株式会社フードライフ・コンパニーズは問い合わせに対して このたび、SNS に投稿されました動画について、日頃スシローの店舗をご利用いただいているお客様に対して、このような動画を見ることで大変不安な思いをさせてしまっていることは大変遺憾であり、重大な事案であると重く受け止めておりますと回答、本件については把握しており、警察へ相談済みですと明かした。 事案の詳細については、警察に相談中でありますため、当社からの回答は控えさせてくださいとしているスシローをめぐっては、若者が店内で醤油差しをなめるなどの迷惑動画の拡散が相次いでいる。